台湾外交部の公式の発表としてですね、アザメ変更については注視をしていると、問題を起こしてもらいたくないというコメントをする一方でですね、このような状況になったのは中国公船が尖閣諸島周辺でああいうことしてるからだというところまでちゃんと言ってるんですね、台湾は。ですので、台湾との交流、確かに、指摘される部分もあるとは思うんですけれども、一方で今回石垣市議会は、最終本会議で新型コロナで今往来が途絶えている、日本と台湾の入国制限緩和ですね、これを緩和をしてくださいという意見書もこれ全会一致で可決をしております。場合によっては沖縄と台湾の関係、これを重視をしていただいて、沖縄だけでも特別地域に指定をしていただいてもいいので、台湾との交流を再開をしてもらいたいと。昨年石垣市に来た台湾外国人観光客非常に増えてるんですけれども、台湾からの観光客が最も多く8万5000人ですかね。続いて中国なんですけれども、これほとんど香港です。石垣においてはですね、香港からの観光客で、次いでヨーロッパとなるんですけれども、沖縄県全体においてもですね、沖縄県を訪れる外国人観光客の一番最も多いのは全体の4割で台湾なんですね。なので台湾との入国制限緩和、今日本政府はいくつか、ベトナムとかタイとかですね、あの辺りを対象として段階的に緩和をしていくことになっているんですが、これについて台湾がまだ含まれていないんですよ。ただ国と地域というふうに言っているのか、多分地域というのは台湾のことだと思うんですけれども、自民党の外交部会も政府にその要請をしています。ですので、台湾とはしっかり連携をしていきたいなというふうに思っております。で、一方で中国なんですけれども、中国は今回、報道でもありますけれども、石垣市のアザメ変更に対抗して、尖閣諸島周辺海域の海底地形に名称をつけたという報道がなされていました。石垣市のような小さなこの島の市が、極めて地方自治、地方行政事務上のアザメ変更をしただけなのに、中国という超大国が国を挙げて対抗してくるというのも、なんか石垣市にとってなんか名誉なのか何なのかちょっと分からないんですけれども、台湾もこのように国を挙げて注視をしてくると、それほど尖閣問題というのは重要な問題なんだなということがわかるんですけれども、一方でですね、石垣市こんなに頑張ってるのに、行政議案提案の理由はですね、あくまでも行政事務の効率化としか言えないんですけれども、こういう状況で出てきたこのタイミングは、これはぜひ測っていただきたいんですけれども、ご理解いただきたいんですけれども、石垣市こうやって、反対も受けながら、マスコミにも叩かれながら、我々も毎日叩かれながらですね、新聞で毎日怒られてます。怒られているんですけれども、いや、これ絶対必要だからと言って、このやってるんですけれども、石垣市の行政区域、尖閣諸島、イコール沖縄県の行政区域なんですよ。沖縄県知事、あれ、石垣市が勝手にやってることだからと。全然相手にしないんですよね。で、昨年、石垣市議会の重鎮で、仲間仁さんという大先輩がいるんですけれども、あの方漁業者で船も持ってるんですね、漁船、甲州丸。で、去年尖閣諸島ちょうど1年前ですね、6月行った時に、あの先輩多分中国船に追いかけられに行ってるんじゃないかなというような方なんですけれども、去年も追いかけられてるんですね、中国海警船に。で、そのことが新聞で報じられて、そのことを記者会見でですね、玉城知事は問われるんですよ。石垣の船が、漁船が中国の海警船に追われたんだけれども、沖縄県知事としてどう思いますかと。
と言われたらですね、玉城知事は昨年のですね、5月20、あ、これ31ですね、中国公船がパトロールをしていると。中国公船がパトロールしていることもあるので、故意に刺激をするようなことは、慎んでもらいたいと。いうことを言ってですね、我々もびっくりなんですよ。びっくりして、ちょうど6月議会が始まったので、すぐ抗議決議なんですけれども、抗議決議をしたらですね、すぐに撤回されました、玉城知事は。で、今回も、石垣市が座名変更をすることについて問われたら、やっぱ、これはあくまでも石垣市の地方自治の市町村長が決めることなので、みたいな感じで、言及をしない。で、安倍政権もですね、菅官房長官も、これはあくまでも地方自治にのっとった手続きであって、その市町村長がやることですからみたいな感じですね。まあちょっと石垣市議会頑張ったつもりなんですけれども、誰からも評価されないというところで、ちょっと寂しいなという気持ちもするんですが、ただまあ我々ですね、しっかり尖閣諸島行政区域として日本最大の海上保安部を支える島、市としてですね、これからもしっかりやっていきたいなと思います。ここで石垣市で、ちょっと変わった取り組みがなされています。今年は新型コロナウイルスで、修学旅行だいぶほとんど来てないんですけれども、ただ、まあ、夏以降復活するんじゃないかとも言われています。海外に修学旅行行けないので、全部沖縄にシフトしているという話も聞くんですけれども、沖縄には修学旅行よくたくさん来ます。で、必ず行くところが、まあ、一箇所ちょっと燃えてなくなっちゃったんですけれども、摩文仁の方に行きますよね。平和記念館とか行きますよね。で、そこで沖縄戦のことを平和学習ということで学ぶわけなんですけれども、まあ、それはそれで僕必要だと思います。一方でですね、今、石垣島で行われていることは、実は石垣島にも多くの修学旅行、高校来ます。で、今、石垣で、取り組んでいるのがですね、八重山ビジターズビューローと石垣海上保安部がですね、連携をして、全国の高校にですね、ぜひ石垣に修学旅行に来て、領海警備、国境をどのように守っているのか、また、海洋国家、日本の離島においてですね、離島住民がどういう生活をしているのか、それを学んでもらいたいということで、もうすでに昨年あたりから何校か、石垣海上保安部を研修先として、巡視船の船内見学をしたり、巡視船の中で領海警備の様子を聞いたり、実際の海上保安官からですね、どういう取り組みをしているのかを聞いたりですね、また、先島諸島における離島休館輸送、離島住民、沖縄県の離島住民の命を運んでいるのは海上保安部と自衛隊なんですね。沖縄本島にいて当たり前に助かる命は沖縄の離島に行くと助からないんです。沖縄県は、消防防災ヘリ、ドクターヘリをですね、最近導入したんですが、先島まで届かないんですよ。沖縄県が導入したドクターヘリ、最新鋭のドクターヘリ。県議会で どうして先島まで届かないんだと。どうしてそういうヘリを導入するんだという質問を受けて、県の方はですね、先島については、これまで同様、今後とも自衛隊と海上保安庁にお願いしたいと思いますと。しっかり県議会で答弁されているんですね。ですので、石垣で、石垣海上保安部、失礼しました。第11管区海上保安部石垣航空基地のヘリが、復帰、1972年からですね、昨年までに運んだ休艦の数は3000名超えました。多良間島から、宮古だったかね、石垣、県立宮古病院かな、運ぶ妊婦さんがいてですね、ヘリの中で生まれた子供もいます。で、先島諸島海上保安部、中核病院の県立沿岸病院、宮古病院で対処できない、さらに重篤な患者については沖縄元に運ぶんですけれども、
それは陸上自衛隊の第15ヘリコプター隊が運んでます。それがですね、1万人を超えて、います。まあ、こういったことをですね、海洋国家、日本の本当の姿を学ぶという意味では、修学旅行としては、本当に今後ともしっかり取り組んで、ぜひ沖縄本島でもそういう声を上げていただきたいなというふうに思います。まあ、そういった取り組みもしながらですね、今年、東京の虎ノ門にですね、内閣府が領土主権展示館を新たに開設をいたしました。非常に私は我々も見てきたんですけれども、内容も充実をしているんですけれども、ぜひそういったところでも足を運んでいただきたいですし、修学旅行で来られた方にですね、ぜひ沖縄で領土主権展示館を作っていただきたいんですよ。そこで修学旅行生に学んでいただきたい、そういった取り組みもしていかなければいけないなと思います。はい、そういった取り組みを今後とも石垣市、まあ、沖縄県のですね、一番南の自治体なんですけれども、市なんですけれども、しっかり取り組んでおりますので、沖縄本島の皆様の石垣にですね、ぜひ関心を持っていただきたいなというふうに思います。以上でよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ただいまより質疑応答に入らせていただきます。15分間、もし何か質問がある方、手を挙げて、はい。はい、石垣の、まあ、北部のですね、深井太田というところに尖閣神社というのが最近建てられているんですけれども、すいません、私よくわからないんですよ、その建てられた背景とかがですね、いろんな、まあ、拝見したこと一度あるんですけれども、ちょっと詳細ちょっとわからないので、これについてはまたちょっと控えさせていただきたいと思います。で、周辺国との連携ということなんですが、先月、中国の、海警船が与那国の瑞宝丸接近追尾をしたことに対する抗議決議とともにですね、石垣市が意見書を政府に対して出しております。これも全会一致なんですけれども、この意見書にはですね、日本政府は周辺国、近隣諸国と連携をして、尖閣諸島における秩序の維持、また中国の不当な領域の主張に対して国際社会、国際各国と連携をしてですね、取り組んでもらいたいという文言も入っております。まあ、私はもう石垣市議会の、まあ、地方議員ですので、まあ、国レベルのですね、動きはあまり詳しくはないんですけれども、まあ、そういう形で市議会から政府に意見書として、要請をさせていただきました。私個人の意見ですけれども、海上保安庁のですね、名前言ってください。あ、僕は島田と言います。個人の意見として、まあ、それは沖縄県自体のですね、その意見も大切だと思いますが、この海上保安庁の職員をですね、もうちょっと皆さんが沖縄県民に含めて、もうちょっとですね、褒めたたえてあげた方が私は非常にいいと思います。ということは、この海上保安庁の職員によって、今沖縄の平和、そして沖縄の経済、そしてベビ
川から黒林まで全部ね、老若男女の方が沖縄に来てらっしゃる。じゃあそれは全てこの海上保安庁の職人のたゆまぬ努力によって、日本人としての機会を持ってこの沖縄の平和を守って、平和の中でまた何も反対反対やってくる方々いらっしゃいますよね。この人たちこそが平和を目指す。でも本来はこの人たちがほら反対側の平和を取り戻すことがいいんですけど、平和を生み出して、そして海上保安庁職員が一生懸命ほらね、そういう努力して、今私たちの沖縄で、あるいは先島の人たちも含めて、沖縄県も含めてですね、みんなが平和な安全安心のこういう気持ちで、みんな生活しています。どうしてその海上保安庁の職員は使えないんだろうか。私は非常にそういうところがですね、沖縄でも職、自衛隊、いろんなことも言いますが、本当は海上保安庁の職員を支えてですね、もし仮に海上保安庁の職員の気持ちが緩めばどうなるか、尖閣の海に中国の公船が深く入り込めば、必ずそこが不安地帯となります。そうなれば沖縄の観光どうなりますか。そこが大事なんですよ。沖縄にこれ以上尖閣諸島から、ね、沖縄海に向かって、あるいは石垣島の海に向かってこれ以上の中国の公船の領海侵犯を防ぐ、この心構えがですね、一番大事だと思います。尖閣諸島、本日天地正浪なりの涙、沖縄日本の平和、アジアの平和、ひいては尖閣のこの守りにある、この気持ちこそが大事だと思います。核軍一層努力奮闘せよ、ね、そういう機会を持って皆さんも国民もですね、県民ももうちょっとこういうふうにして、島田さんもありがとうございました。他の方もまた、はい、質問がいらっしゃいますので、じゃあ少し、じゃあ上原先生お願いします。ちょっと待ってください、今の件についてですね、少し、はい、はい、本当に島田さん、ありがとうございます。今から約そうですね4年5年ほど前、今の尖閣戦術体制が整わなくて、石垣、尖閣諸島大変厳しい状況にありました。で、尖閣戦術体制も整わず、先ほど紹介した新しい船も配備されておらず、全国から石垣海上保安部に巡視船が来てました。宗谷っていう船名もあったんですよ。本当北海道からも来てるんですよ。全国から、松島とか。全国からもう総力を挙げて尖閣諸島を守っていた。時にですね、沖縄本島で何が起きてましたか。辺野古で、海上保安部をみんなで批判してたじゃん、攻撃してたじゃないですか。反対派がカヌーやボートで行くじゃないですか。海上保安部が取り押さえますよね。取り押さえて一番この抵抗する写真を一面に載せて、不当に反対派が、市民団体が、海保に不当に扱いを受けている大きな新聞写真でですね、あれ見て僕ら議員間でですね、許せないということで、辺野古のゲートに行って横断幕、海上保安部頑張れとやって、演説を始めて1分でですね、100人 の山城博士たちに囲まれてボコボコにされてですね、はい、ボコボコにされて、辺野古のですね、公民館にかくまってもらいました。まあ本当にあの時はもう許せない気持ちで、自治官の本部の前にもいてですね、横断幕持って海上保安部頑張ってくださいという、ちょっと激励もさせていただきました。あ、すいません、はい。それでは最後になりますけど、上原芳生先生お願いします。2点だけ1点は、尖閣諸島には東電はないんですか。はい、じゃあと1点ですね。前に東京都の知事がですね、岸田知事が、尖閣やと買うかというと、お金、
きましたよね。で我々は拒否したんです。その彼がどこに行ったのか。もし余っちゃったら石垣市に行ってですね、石垣市を少し俺は高校に使ってくれませんかなという2つのお願いです。以上でございます。はい、ありがとうございます。尖閣諸島魚釣島には日本の政治団体が作った簡易的な灯台あります。今も機能してます。でこの灯台はですね、海上保安部の職員がメンテナンスをして今でもしっかり光を放ってます。私は2回尖閣諸島行きましたけれども、本当に本当にもう絶海の孤島みたいなこの島なんですけれども、その中で、小さいですけれどもしっかり光を放っています。あと東京都の尖閣諸島を購入するお金ですね、約14億円、あるということです。で毎年1月14日に石垣市は尖閣諸島開拓の日という条例を制定して式典をやっていてですね、そこにはこの東京都のこの尖閣の基金を担当する職員も毎年参加していただいています。ちょうど今東京都知事選されていてですね、ただ相談できそうな候補者がいないんですよ。どなたがいいのかなと思うんですけれども、まあ知事選が終わったらですね、この件について、先ほど話したの領土主権展示館みたいなものをですね、ぜひ沖縄石垣に作ってもらいたいという提案をさせていただきたいなと思っています。どうもありがとうございます。まだまだ質問たくさんあると思いますが、すいません、終わった後にまた、豊田議員、本当にやっぱ一般市民の方で市議会議員の方って何してるのっていう方いらっしゃるんですけど、本当にでも本当に遠く石垣でこんなにもいろんなことをやっていらっしゃるということに本当に心から敬意を払いたいと思います。また先ほどの質問の中に海上保安庁の方を称えたいとかいうお話があったんですけれども、実はうちの義理の兄がですね、ぜひ石垣市議会にエールの電話を入れたいという話があってですね、これはもうこの会場にいる人みんなそれできるんじゃない、それぐらいだったらできるんじゃないかなと思いましたので、ぜひ私もですね一個人として石垣市議会の方に激励、ファックスや手紙やいろいろな形で激励ができると思います。できれば全国展開してなんていうんですかね、もっとクローズアップできるようにできたらいいなって思います。はい、本日は本当にありがとうございました。中村さん、最後に1分だけ、海上保安部、今日船員会館の会場にふさわしい中なんか話題になってきたなと思うんですけど、海上保安部のことですね、海上保安部のマーク、花、マーク、何か分かりますか？ですね、マーク、旗はですね、あれ羅針盤です。羅針盤なんですけど、気象に使われるものはですね、梅の花なんですよ。戦後、日本の旧軍は全て解体をされます。で、その後、朝鮮戦争が始まって、海の守りが必要だということで、再結成される、これ海上保安部の前身になるんですけれども、GHQ から言われたのが、旧軍を連想させる桜、星、そういったマークは絶対使っちゃダメだと言われて、海上保安部は梅の花、国民の庶民の食卓に詰まる梅干し、それでいいじゃないかということで、今でも梅が貴重に使われているそうです。すいません、最後にご紹介します。ありがとうございました。